この番組は塾頭が気になるあの人の人生を新聞記事と一緒にほんのちょっとだけ回し読みしちゃう、そんなコーナーなのです。題して回し読みラジオ。今日はもうね、あの打ち合わせの時から常に笑いが絶えないんですけれども、あの、はい、広告服を販売されておられます、はい、なおさんを、今日はね、ゲストにお迎えさせていただいております。ではあのなおさん、今日よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、実はなおさんと僕だったのがこの間、あの新潟市であったあの、うん、フリーマーケットで、はい、たまたま隣のお店で出していたところ、そうなんですよね、うん、そこ、はい、面白い人がいると思って、あのラジオ出ませんかって言って声かけてラジオに出てもらってるんですけど、実はまだそんなにお店始めてね、そうなんですよ、長くないって聞いたんですけど、うん、長くないですよ。インターネットショップは、うん、9月の4日オープンで、はい、でリアルショップは10月の19日月曜日オープンです。あ、じゃあもう本当最近じゃないですかね。そう本当に今10 そうなんですよ、はい、なんかバタバタしちゃって、はいはい、で湯本さんからこういう話をいただいて、わあ、山の下の、あの、はい、フリーマーケットに出た、これが運命だなって本当にだから人生、ほら、意味がないこと起こらないってなんか言うじゃない、ね、そういうの信じないタイプなのに信じちゃったもん。あ、湯本さんに会った、うん、なんかドキドキするじゃないですかもう本当にだ、これ運命だと思いません、なんかだって今こうやってできるから、なんか晴れてるんですかそうだからこれもしかしたら、だってこれ、あれで会わなかったら今日、うん、こうやってあのお店のこととかも話せなかったし。そうですよね、うん、はい、そうで、私なんか分かんないけど犬派だったんですよ、ずっと。はい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 。でも韓国に住んでて、はい、猫飼ってて猫派になったんですよ。へえ、そう、すごい。お店の方で販売されてるのがその、はい、韓国ブランドの子供服のお店って言ってるんですけれども、はい、はいはいはい、お店の名前伺ってもよろしいですか？プリンプリンです。子供服プリンプリンです。プリンプリンすごい可愛い、可愛いですよ。可愛いお店の名前ですよね。そうお尻がプリンプリンとか、はいはい、なんて愛嬌があるこうプリンプリンという、韓国で子供たちが、まあ、愛嬌とか、振りまくときプリンプリンって言うんですよ、はいはい、プリンプリンって。それでプリンプリン、うん、で私68年生まれなんで、はいはい、まあ、プリン年齢バレちゃいますよ。あ、いいですよいいですよ計算できるかな、逆算してバレてしまいますよいいですよ。で、なんだろう、こう6、うん、その時ので年代がプリプリ、はい、わかります。ちょっと何これ、ジェネレーションギャップある？ありますけど、いや、湯本さんと私、何？ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップ多分あると思うんですけど、プリプリ知ってますよ。知ってます？はい。ああ、昔のこうドラマ、ね、テレビとかでひどいですよね。でもね、今ね、昔可愛かったのに今映像出るとうわーって思っちゃうもん。アイドルなんかそんなもんなんじゃないですか？ね、びっくりしちゃうよ。だって本当昔可愛かったのにもう。ひどいよ。おどう、歌おうか私ここで歌っちゃうとね、あの著作権に引っかかっちゃうと悪いのでわかりました、やめておきますね。ちなみにあれですかね、まあ、扱ってるのが、韓国の子供服ということで、はい、だいたいお店の服のお値段、はい、まあ私もね、隣で店出させてもらった時すごい可愛い服がいっぱいあるなっていうふうに思ってたんですけども、本当に可愛いんですよ。なんかプチプラ、韓国の子供服ってプチプラじゃないですか。はい、で、なんとか、うん、あるんですけど、あのプチプラとはちょっと違うんですよ。韓国の子供、生地がいいです。生地もデザインも、やっぱり、はい、あのファッション、韓国ってファッションの街じゃないですか。なんで、子供服のデザインも本当に可愛いんですよ。日本にはない。で、色合い、はい、色合いも、はいはい、どっちかというとこう日本のこうなんていうのか、ちょっと田舎臭いんじゃなくて、ちょっと洗練された色合いっていうのかな、うん、今韓国ではこうくすみ色っていうの流行ってるんですよ、はいはい、で最近こう
でさんにもくすみ色出てるんですけど、韓国で流行ってるからバッさんこう工場でいっぱい作ってるのかなって私思ってたんですけど、あ、これピーって入るかな、うん、入ります、入ります、大丈夫、入りますね、うん、はい、入りますねそうなんですよ、そういう、ま、うちのお店の子供服はあのなんて言うんだろう、ちょっとくすんだ色合い、お母さんとのリンクコーデがしやすいお色になってます。へえ、うん、で、うん、そうですね、値段がだいたい本当に安いですよ、1100円から、はい、まあ、5000円いかないですね。3000円台のものが主です。なるほど。1100円から3000円台が主ですね。うん、で、うん、アウターになるとちょっと4000円、いや、いかないな、うん、ぐらいのものが主です。なるほど。まあね、今、ラジオでね、いろいろお話ししても、なかなか物って見れないと思うんですけれども、あの、はい、プリンプリンさん の、あのインスタと、あと、なんかホームページとかあるんですかね、うん、インスタは、まあ、あります、あります。インスタもあるし、ホームページあります、個人のホームページがありますので、はい、韓国子供服、英語でプリンプリンで検索していただけますと、はい、ホームページの方出ます。わかりました。じゃあ、 あのお店の方のリンクを概要欄に貼っておきますので、はい、もしね、よろしければ皆さんぜひチェックしていただいて、でインスタもね、はい、フォローしていただけると、あの、嬉しい、情報とかも流れるかなと思うんですけれども、うん、あ、そうですね、新商品常に載せていきたいと思うので、はい、わ、はい、かりました、はい、ちなみにあのなおさん、まあね、まだお店出されて本当に出されたばっかりだった、はい、っていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、どうして今回韓国ブランドの服を売り出そうかなっていうふうに思われたんでしょうかね、はい、私もともと韓国ファンで、まあ、韓国にずっと1年半住んでたんですけども、はいはい、住んでて、で、なんて言ってもやっぱ日本、韓国の子供服って本当に可愛いんですよ、韓国、これで、もっと保育士なんですよ、私、こうこんな変な人なんですけど保育士さんだったんですね。あ、そうなんです、保育士だったんで、やっぱなんとなくこうお店とか入っても子供服見ちゃったりとかしちゃうんですよ、どうしても子供に目がいっちゃったりとか、もう職業柄っていうんですか、はい、で、はいはい、それなんでなんか、お、韓国の子供服ってすごい可愛いっていうのを、まあ、前から思ってたんだけども、まあ、これ日本に売ったら、あ、みんないいんじゃないかなっていう、うん、これ教えてあげたいって思ったんですよ。なるほど。そう、うん、おしゃれじゃないですか、教えてあげたいって思って、ママたち、今、ま、自分ママさんたちもすごくおしゃれじゃないですか、はい、うん、自分の服より子供服にこうちょっとお金をかけちゃったりするじゃないですか、ママさんたちって、なんでそんなんでこう高くもないしちょっと安いんです、うん、すぐ成長するじゃないですか、だったら韓国の子供服ってすごい日本人にとっていいんじゃないかなって思い、安いし可愛いし、素材も悪くない、これを日本で売ったらいいんじゃないかなっていう風に感じ、ちょっと向こうで勉強してこっちで、はい、お店出しました。あ、そうだったんですね、もうすごいですね、もうあの1年前にそうですね、行かれて、うん、もうすぐ帰ってこられてからネットショップを出してリアル店舗展開をされるっていう、はい、もうすごい行動力がある方だなというふうに思うんですけれども、あ、考えなしってやついや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 、でもやっぱなかなかね、はい、に考えてることを行動に移す人ってね、そこまでされる方って少ないので、うん、すごいなと思うんです。嬉しい、褒めてくれた、私本当にみんなに考えなしとか言われてるから、本当ですよ、考えなしって。まあ、でもね、これからね、お見せしていく上でね、どういう風にやっていこうかなっていろいろ考えながらされると思うんですけど、はいはい、うん、なんか茶飲み場にしたいです、お茶飲み場、あ、うん、そう、ママとママたちが集まってっていう感じですか、うん、そうですね、なんか常に別にお洋服とか買わなくていいから遊びに来て、はいはい、あ、ちょっとおもちゃとかも置いてあるんで、子供たち遊んで、ま、ママとお話できたらなって、あ、なんか、なるほど、そうそうそう、子育てについてとか、まあ、ちょっと一応私も、はい、経験者だし、あの、まあ、子育てした経験者だし、あと、まあ、保育士っていうのもあって、はい、ちょっとなんていうの、子育てに対してのアドバイスとか、はい、もしかしたらできるんじゃないかって、で、喋るの好きだから、うん、ちょっと、あ、これはいいな、なるほど、やっぱね、保育士さんっていうの強みですよね、はい、あ、そうですか、やっぱりあの、なんか結構私も
いろんな人と話してると、はい、子育ての悩み持ってるお母さんたちって多いんですよ。はい、いっぱいいますよ。ね、ひどいだから、うん、でもなかなかほらね、公的な機関に相談するっていうのもちょっとためらわれるし、かといってじゃあ民間のところに相談するとお金がかかるじゃないですか。うんね、そうですよね。ね、だからそういうママさんたちのそういう子育ての相談を聞きつつ、うんはいうん、またそのね、可愛い服の、こういう服があるんだよっていう風にね、伝えられてる、うん、いいです。だなって思うんですけれども、はい。はい。そうですか、実際に、一月ぐらいかな、お店出されてて、はい。で、今こんな状態ですとか、こういうことか、なんかそういう、まあ、楽しかった話とか苦労されたお話とか聞かせていただけると多分 今後ネット販売してみようかなっていう人たちにも参考になるかと思うんですけれども、なんか湯本さんたちにこの間お会いした時にちょっともそ、話したんですけど、なんだろう、こうネットショップ、はい、ネットショップ、私個人のネットショップ開いたばっかりに、うん、SEO 対策はいはいがやっぱちょっとうまくいかないっていうのかな、うん、うん、でやっぱりこう大きい、ね、ショッピングモールに入ればなんかその SEO 対策っていうのがそこまでいらなかったんでと思うんですよ、なんだけど私今、うん、自分の経験上あちょっと苦労してます SEO 対策、あなんで、はいはい、そう宣伝力がやっぱりまるっきりないのかなって、うん、自分のショッピング SEO の会社にんなんで契約したんですけども、なんかそれが、はい、思うように結果がこうついてこないというか、うん、見えないっていうのかな、うん、アクセスはあるんだけども思うようにこう販売につながらないっていうの、やっぱり、メールとかでこれ何センチぐらいですかとか、実際はどのくらいなんですか、うん、とか、素材はちょっと写真じゃちょっとわからないんですよって、そういう問い合わせが結構あるんですよ、はいはい、だからカートに入るまでがちょっと長いかなって、そういうやり取りがだ、うんうん、それがなんかちょっと私の中の今ちょっと失敗した感じっていうのかな、あ、うん、大きなネットショップに、契約すればよかったのかなとか、うん、まあちょっと効果これどうする、こんな話なっちゃう、ちょっとマイナスな、いや全然大丈夫ですよ、そういった話もね入れていただいた方がほらやっぱりね、うん、ネットショップだと楽して儲けられるんだろうって考えられる方も多い、ないないもう絶対ないそれやっぱ売り方ですよね、それはない売り方ですし、お客さんも、ね、賢い消費者の方になってるので、そうそうそう、やっぱりね納得いったものを買いたいってありますよね、うんうん、そうなんですよね、うん、なんか、うん、だからやっぱりリアルショップの方が2つあった方がやっぱりいいのかなって、はい、まあ実際に見えますしね、うん、はいはい、うん、まあ、それは確かに、見に来れるし、ね、うん、リアルショップのある方の強みかなと思うんですけど、うん、でもなんか韓国のねブランドの服って安いと思うんですけど、なんかあれなんですか、やっぱ、うん、製品としてはそのうんどんな感じなんですか、日本製よりとか悪いとか結構あるじゃないですか、 ありますよ、なんかデザインとか色合いとか素材とかは絶対日本のものよりいいんですよ、どうせなんだろう、うん、なんですけども 90% が今作ってる洋服っていうのは 90% が中国じゃないですか、はいはいはい、中国で、まあ、同じですよ、なんだけど韓国、うん、日本で作ったものよりは検品が韓国は甘いんですよ、まあ、海外ブランド多分全部そうなんだと思うんですけど、だからそので糸始末がしてなかったりとか、はいはいはい、はい、うん、糸始末が本当にしてなかったりとか、うん、ボタンの付けが甘かったりとか、はいはい、でタグがなんていうの、ちゃんとした場所についてなかったりとか、うん、なんかなんだこれっていうのは確かにあります、うんうん、それはもうしょうがない海外ブランド特有ですね、日本はやっぱり日本人の性格、うん、きちんとしてるじゃないですか日本人って、はい、いい加減じゃないっていうのかな、他の国ってもうちょっとなんかいい加減な感じもあるんですよ、なんで、あ、うん、服もここに出てるんだなっていうのはすごく感じます、なんでそこをご了承の上お買い求めてくださいっていう感じですなるほど、まあ、安い分ちょっとねそういったものがあるかもしれないけれども、ですね、デザインは
日本ではなかなか見られないよ。ないんですよ。色とかもないですよ。かわいい。色もかわいいです。はい。本当に一回手に取って持ってもらえば、本当にわかります。あ、かわいいなって。あー、なるほど。うんうん、まあ、皆さん、ぜひね、ウェブサイトの方に行って、どういったね、かわいい服があるかってご覧になっていただければなと思うんですけれども、実はなおさん、はい、ちょっと、ね、はい、面白い方なんですよね。要は韓国に勉強されに行ってたんですけれども、なんかすごい俳優さんの友達がいるとか聞いたんですけれども、はい、あー、そうなんですよ。で、名前で4年前から、まあ、なんていうの、韓国、日本を行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけども、でその中で昔から知ってるお友達、はい、がいるんですよ。そのお友達が紹介してくれて、で、そっから仲良しなんですよ。俳優さんです。俳優さん、俳優さんだ。そう、名前言っていいですか？もし言ってなければ全然私構わない。そう、多分、全然私ブログとかも全然書いてるんで、はい、ソンビョンホさんですね。ソンビョンホさんという方と、はいはいはい。なんか映画にも奈緒さん出られたとか聞いたんです。出たんですよ。ソンビョンホさんが同好会があるんですよ。会長さんなんですよ。ソンビョンホさんが持ってるこの登山同好会の中で、はい、オリジナルの映画を作ったんですよ。その中で出てます。はい、山に登ってます。そう。もう女優さんじゃないですか。でもなんかあれですよ。こう登ってるだけ。登ってるだけ。出られて、なかなかね、日本の映画に出るっていうのもあんまないと思うんですけど、エキストラでもあんまないと思うんですけど、でも韓国の映画に出ちゃうっていうのすごいですよね。すごいですよね。でも私お金もらってないですよ。お金もらうとほら違法だから。はい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 。はい、うん、そう、もらってないですよ。なるほど。じゃあ他の韓国の方はもらってたんですかね？の他の人たちはもらってますよ。もらってたけど、うん、だけどなんだろう、多分普通の日本人の人が韓国で行って、できないようなことは多分お友達のおかげでしてできる。できる。自慢してる私ここで。全然大丈夫です。本当に。はいはい。自慢しちゃうよ。なんか一人脚本家のお知り合いもいるんですよ。はい。1週間に一遍とかその集会があって、こうみんなで集会って、ただ飲み会なんですよ、みんな、はいはい、友達同士が集まる。そのグループの一人が脚本家で、で、ちょっと韓国のその、ドキュメント番組がそれを書いてる方なんですけども、はい、その方がなんかやっぱ俳優さんとか呼ばれるじゃないですか。俳優さんって自分のを使ってほしいから、はいはい、俳優さんとか女優さんとか歌手の人とか使ってほしいから、いろんなところに呼ばれるんですよ、はい、なんで、で私ミーハーなの知ってるから、韓国日本の日本のおばさんは韓国人が好きで、いろんなと、なんていうの、ミーハーなの分かってるから、いろんなところに呼んで連れてってくれるんですよ。だから、多分すごいいっぱい会ってる。すごいいっぱいご飯食べたりとか、なんだろう、こう一緒に旅行行ったりとかしてる俳優さんたちと。すごいですね。すごいですよね。なかなか有名です。有名な人、名前なんだ、そう、おばあちゃん役の人とか。そう、あとチョヨンピル氏。これ言っていいの？言っていいの？その言っていいの？ダメでしょ？ダメなんすか？いや私はダメじゃないけど、チョンヨンピルさんのライブとか、はい、BTS のライブとか、そういうのは全然普通にチケットなくっても入れさせてもらってるおばさんです。なるほど。はい、すごいじゃないですか。もうね、すごいですよね。だから、うん、すごいですよ。新潟の方ですよね、もともと。そうなんですよ。新潟なんですけども、はい、お友達が多分すごいんですよ。なかなか新潟の方でそこまでされてる方っていませんよね。いないでしょ。聞いたことない。私もだから、そう。だってそのご飯とか一緒に、まず俳優さんとかと一緒にご飯食べてるから、なんかわかんないけど、自分は俳優とかなって、その気分になっちゃって。
って。なるほど。おかしいでしょ。いやいや、そんなことないと思いますけど。でもそうなんですよ。で、なんだろう、こう、サインくださいとか、はい、周りのこう、ね、ファンの人とか言うじゃないですか。うん、あの、両方オッパーじゃなくて、違う俳優さんとかとご飯食べてたとか、はいはいはい、ちょっと、ね、そのレストラン行ったりとかして、そうすると、なんていうの、若い女の子とか、はい、おばさんとか、まあ、おじさんでもいいから、まあ、写真撮ってとか握手してとか、言ってきてた。で、そうするとなんかわかんないけど、私も、あれ、もしかして私も俳優みたいな、そのお店の人たちがこうコサコサって言ってるとか、あの人って誰だっけ、見たことあるよねとか言うんですよ。見たことないでしょ、日本人だもん。へぇー。一緒にいるだけで、そう、そうそう、そういうのがある。へぇー、うん、なるほど、面白い、ね。変ですよね、うん、そうそう。なるほど。まあ、こういったね、ちょっと、なおさんもしかしたら、まあ、服もね、多分いい商品なんでしょうけど、あの、なおさんというキャラクターに会いにお店に行くのもちょっと面白い。あ、来てほしい、本当に。もう本当に来てほしい。そう、遊びたい。そうですよね。ぜひ、あの、遊びに。はい、にお店が、ちなみに、新潟市内にあるんですか？新潟市内なんですよ。新潟市内で。はい、で、あの、Google で、Google マップで来てもらう。はい、来てもらうと裏についちゃうんで、 Google にちょっとこの間報告したんですよ。うちじゃないよこれって、で言ったのにまだ治ってない、うん、なるほど。まあ、ちょっと、ね、気をつけてあのお越しいただければと思うんですけど、あとであの概要欄の方に住所を載っけても大丈夫ですかね。あ、大丈夫です、全然載せてください。なんだけど Google が、 Google マップが、はい、違う、ほら日本語がどうだ、今ダメ、うん、今 Google マップは使えないってことですね。うん、使えるけど裏についちゃうんですよ。そうなんですよ。なるほど。電話いただければ迎えに行きますので。わかりました。じゃあ、あの、はい、電話をされるとあの、はい、お店の方まで、あの、迎えに来ていただけるということで、はいはい、ぜひあの遊びに行っていただきたいと思うんですが、さあ、そんな奈緒さんなんですが、うん、まあ、はい、で出されたばかりということで、今後どのような、はい、あの方針というか、どのようにお店の方を展開 されていきたいとお考えでしょうかね。今子供服の90センチ、はい、80センチから、まあまあ、赤ちゃんから130センチの展開なんですよ、うん、はい、これがもうちょっと150センチぐらいまで展開したいなって、まあ、中学生ですよね。中学生ぐらいまで、うん、うん、ですね。その先はもう、うん、徐々に徐々にレディースものからバッグからって、はい、こうちょっと手広くあの展開したいなっていう、うんうんうん、考えはあります。なるほど。なおかつお店に来たら皆さんね、子育てのママさんたちがお子さんと一緒にお話できたりとか、うんうん、そうそうそう、で話し合えるようなサロンみたいなお店にしたいということでしょうか。そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、うん、ママも同じようなこうリンクコーデ、あの、うん、できるようなお洋服も置きたいんです。なるほど、はい、まだ、うん、まだそこまでって感じで、まあ、小さいお店から始めてって、はい、なるほど、はい、うん、プリンプリンさんです。あの元保育士の方がオーナーやられてる子どもの服屋さんですので、あのもし皆さんね、はい、ご関心あるようでしたらね、なおさんのキャラに会いたいとかね、どんな人なんだろうっていうのを知りたい方はね、ぜひあのお店の方に遊びに来ていただければなと思うんですが、そのなおさんなんですが、はい、まあ、今回あの新聞記事というか記事を選んでいただいたんですよね。はい、はい、新聞記事を選んだのがなんかあの、まあ、BTS が、はい、ライブ配信でライブをしたっていう記事を選びました。何でしょうかね。そうしたらすごい、BTS のメンバーたちが泣いたよっていうのをこうね、はい、うん、ずっと活動できなかったじゃないですか。で、はいはい、ファンの人たちもライブでもう何万人ですかね、うん、10万人もっと、はい、全世界ですから、うん、世界配信でライブをやったんですよ。すごくないですか。なんか日本ラインで見たって感じですか。そうそうそう、それちゃんとチケットのお金を払って、あの2日間 2day 見たよって、日本人の人もすごいいっぱいいるんですよ。で、もう日本人だけじゃなくて世界ですね、世界で、うんうん、すごいですよね。すごい稼いじゃったね。オンラインでそれができるっていうのは
ね、これからの時代もどんどんそういうライブのやり方も流行っていくのかななんてちょっと今可能性考えたんですけど、ですね、ですね、はい、それがなんかもうこれがすごいのがこれほらなんていうのこの光コピピピってやるやつ、え、ライトさん、あ、色が一緒だったんですよ、へえ、ライブの時の、はいはい、そう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 、うん、色が、はい、その歌の時その色、あれどうやったろうって思ったんですよね、はい、でそれを作ったのが私の知ってる、うん、人なんですよ、あ、はいはい、あ、なんかまだここで自慢しちゃったどうする、関係ない話しちゃったそう、そ、あのあれでもすごいなと思っちゃったんですよ、だって全部つながってるんですよ、うん、世界が、 そうですよ、それで、うん、うん、なるほど、人を見て久しぶりにこう会ったよって言ってこう泣いちゃったっていう、うん、うん、あ、韓国語できてよかったなみたいな、あ、分かるぞみたいな、うん、私は誰かがツイッターに上げてたの見たんですけど、はい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 、わ、うん、かりました、そう、映像、はい、ほら、で、なんか撮ってる人とかいたからありがとうございます。え、プリンプリンのオーナーのナオさんに来ていただいたんですけれども、もう韓国のお話とかもいろいろね、はい、していただいてね、洋服業界のお話とかもいろいろ聞かせていただいたんですが、今日初めて収録に来ていただいていかがでしたかね。あ、最初なんか打ち合わせっていうかの時はもう全然、はい、あ、湯本さんと久しぶりにお会いして、うん、楽しくってで湯本さんがやっぱりお話が上手な方なので、ありがとうございます。なんで私の指示、うん、なんていうのあの指示滅裂、日本語がちょっとよくわかんないぞ、指示滅裂なあ、あ、それ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 ですそれそれなのを上手にまとめてくれて、わあ、やっぱり先生だなって、うん、とんでもないです、ありがとうございます、いいえはい、それではプリンプリンのオーナーさんのナオさんでした。ナオさん、今日は長時間ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしたいです。